県内では今日新たに544人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。富士市の幼稚園でクラスターが確認されています。感染者を自治体別に見ますと、静岡市で147人、浜松市で109人、富士市で28人、磐田市で24人などとなっています。また1人の死亡が確認されました。先週の火曜日と比べ、感染者の数は70人ほど減っていて、10日連続の減少となります。富士市の幼稚園では23人の感染が確認され、県はクラスターと認定しました。